では見てまいりましょう。準決勝題してはワンピー側は後藤ゆりやん、トップ側は超ユウキこと超ユウキこと。そして玉と壁を置いて拾って、さあ、いい台を取る。なるほど、さあ、ゆうきと逃がせん。大丈夫かな、やったい、簡単やん、ちょっと、さあ、ゴールドに4回やられて、待て、さあ、一番上がって、これは、さあ、ゴールドに行こう、2回目、さあ、行く、これは、よっしゃ、よし、最後、ガードしたらいいよ。あと、さあ、使ってしまい。さあ、これで後藤は1本取り返して3本目。あ、私、前だった。ガードも一気にしてもらう。後藤、取って。レイフル。さあ、攻めが続く。次は、アーソン、さあ、パンダ角度から1枚出していく、裏回って、パンダ割った、もう1枚、挟んで、これはどうなる、さあ、最後、動いてやって、アーソン、最後、足が置いてある、さあ、勝ったのは後藤ゆりやん。さあ、準決勝の1試合、ワンピガーがクローズ戦で、ショピガーはデビュー。さあ、まずはシェフがサブリガー。あれ？さあ、今はどこで発動しているの？どうかな、どうかな、さあ、ここで発動、サイドバッグをカーブさせて、あーこう中足砲撃で割り込む。さあ、まずクローズが1本、さあ、どうかな、ドキング下げて、もう一回、さあ、今入ってくる、さあ、ピッタからガードさせて、さあ、ゲームに拾う、あと拾えない、さあ、そしてまだ最後は5分下げて、さあ、ここまで拾うと止める、さあ、ここどうする、あと拾った、残った層を上から、あーと、ガードして、はい、いいよ、やって、で、しょうがない、体力が低い、あーと、中足が伸びてきた、さあ、勝ったのはクローズ。お、色が黒いぞ、さあ、誠の色が黒いぞ、さあ、三色的には、辻切りんと、そして、超ユウキ、メロメロマグロ。あ、そうだね。また、この色黒くさ、強くなるってことであるね。さあ、どうなることだ。なるほど。さあ、よ、よからいく？さあ、どうして？さあ、目が入る。あと、まだまだ当たりいいぞ、さあ、上から、うわー、あと、さあ、使ったところ、壊ししていくぜ、さあ、まずはネオメラガールの動き、
るぞ。そこは持ってきたいか、ちょっと入って入ってな、さあ投げて攻めを攻撃して、そしてさあこれでどうぞ。さあ我慢したね、おめでとうサイン。さあ本日の決勝はクローズチューブ対ゴトーユリアン、第一戦はまたタックルから、ああ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 、